おはようございます。我がんの影げやんです。今日もよろしくお願いします。ということで、ヒマラヤラジオやっていきたいと思います。えー、っとですね、えー、その和ガンセとしてですね、えー、ニュースレターをね、 こう発行したんですけどもですねえまあ8月号からナンバーワンということでえナンバー1号ですね第1号がえ8月にこう発行してでえっとまあ店の前にねこうチラシと店のチラシとでニュースレターがこう取れるようにこうしてるんですね。 えまあチラシをこう入れてですねほんでこう持って行ってもらう形でこう店の前に置いててほんでたまにこう何枚かこう減ってるなというのをこうチェックしてたんですけどもでこうニュースレターもねこうどれぐらいこう持って行ってくれる人がいるかなということでこうえ店の前にこう入れてるんですね入れてるんですけどもね えー、ニュースレターが減っていないということで、えー、ちょっとねこう寂しいなとか思いながらもね全然こう減ってない、うん、だからお客さんでねこう,こう渡しする人はいたんですけども そのお客さんじゃないとこ店の前なんでねお客さんではない人がこう取っていく形にはなると思うんですけども、えー、それがですねこう全く減っていないということでうーん、まあ、こればっかりはねこう待つしかないんでね、えー、どうしようもないんですけどもうんそうですね僕の目標としてはだから8月号9月号とこうやってね えこれから一月に1回こうできればなるべくねこう出していく発行していくという形をこう取っていきたいんですけどもうんまずはねこう10枚ねこう店の前のチラシチはそのニュースレターが10枚こう減ることをこう目標にしてだから1か月に10枚。 でえー、その10枚がこうちょっとずつこう減っていくっていう形にしていってこう9月、10月、11月、12月とこう重ねていくたんびにちょっとずつこう増えていくっていうのがね、えー、僕の中で理想ですねで。そのニュースレターを読んでこう我がんせんに興味を持っていただいてですね、えー、そこから一人でもですねこうお店にこう来ていただける人ができたらいいなということでこう作ってる。それとまあまあ、あのー 自分らかの,中のこうチャレンジというか挑戦の一つとしてねこうニュースレターをこう発行していくということです。だからえ今のところこう内容がこう固まってるわけでも何でもないんでですねこれがこのあとうどういう形をこう持っていくか。 形になるかっていうね、えー、ニュースレターがですね、どういう形になっていくかっていうのはちょっとわからないですけども、えー、とりあえずはこうやっていくということで、次またこう9月号もこう発行していく形ですね、えー。まだ何もこう作っていないんですけども、こう、内容何にしようかなということで、こう、まあ、考えている途中というかね、そういうところなんですね。うん 1> まあ1枚でも減ったら「よっしゃ!」っていう感じでねこうなってくるんですけどね、うんまあ、お客さんに来ていただいてほんでそれをこう撮ってもらえるようにこう施術室にもねえニュースレターを置いてこうじ自由ご自由にお取りくださいいうことでこう持って行ってもらえる状態はこう作りたいんですけど今のところねその 置くあれをねこう設置の何かっていうのがなかなかこうどうしようかなというところでこう止まってるんでまあまあ,あのそれに関してはこうまあ準備してそのお客様の方がまあまあ取っていってくるいっていただける確率は高いとは思うんですけどもえまあそれはそれでうんいいんですけども。 えー、やっぱりそのまだ我がん生にねこう来ていただいてないお客さんに対してですね、えー、どうアプローチしていくかというところですよね。うん、でニュースレターの内容をこうどこまで何をどうするかっていうのが本当に決まってなくてこう今のところこう、えーまあ、8月号も行き当たりばったりというかねこう うん、どうしようかなというところではあるんで、えー、できればそのニュースレターが楽しみにこうなるようなた楽しみにしてくれる人が増えるような形ができれば嬉しいかなというふうにはこう考えているというところでねまあまああのやること盛りだくさんですけどもそこでももうこうニュースレターもこうやっていってという。 えー、まあまあクオリティ、えー、質、えー、は高めないといけないんですけどもやっぱりこの量をこなしていって何かこうやっていってそれでこの何かねこう、えー、感想をもらえたりとかしながらこう、えー、高めていくことができたらいいかなというところですね。うんまあ自分がこうまあまあ作ったもの何もこう反応がないっていうのはちょっと寂しい。 気持ちはちはょっとします、ね、でもまあこういう、まあ、ゆくゆくこう続けていった時にねこういう時期もあったんやなということをまたこう、えー、笑い話としてねこうお話しできることがあれば、えー、それはそれでいいかなと今はこういう状態やけど昔はこういうこんな1枚も取ってもらえない状態があったんやとかね、えー、そういうことでそれはそれでこうそこからこうまあ 大げさに言うと歴史を作っていける、うん、まあそうですねどこまで自分が、えー、持っていけるかわかんない高められるか分かんないですけども、えー、その第1号が今のところこう、えー、あります。うん、で見せは最新号だけなんで、えー、9月号がこう出来上がって9月になればもう8月号は取れないんで、えー、まあ興味のある方は、えー 店前のそのニュースレター入れがあるんでね設置されてるんでそっからこう取っていっていただければいいかなという風に思います。うん。でまあまああのー、例えばこう9月8月号は今出てて次9月号になって9月号を取った。 例えば手に取っていただいてあ8月号も読みたいなと思ったらこう、えー、お店のチャイムを鳴らしていただいて、えー、8月号欲しいんですけどもって言っていただけたらもちろんお渡ししますもし無くなってたらね、えー、数はまあ限りがあるんでねそのなくなってたらまあ私はできないですけども、えー、今んところたっぷりまあ1枚も取られてまあ,あのお客様にはねあれなんですけども、えー、基本的に1枚も 持って行ってもらってない状態なんで、えー、在庫はだいぶあるんでですね、えー、まあ遠慮なくというか、うん、そんなことをこう言っていただける人がおられたらですね、すごく僕は喜ぶというところかなというふうに思います。<laughs> まあでもまだまだです、全然ですね、えー、なんかその自分のお店のこう認知度がこうないというかね、うん。 なかなかこう興味を持ってもらえてないなっていうのがこう実感できますけどもですねうんまあそんなことでこう気持ちが沈んでる場合でもないんでねまあコツコツやまあこればっかりはね自分でこうどんだけこう激しくこうアピールしたとしてもそれに対してねこう興味持つ人っていうのはなかなか難しい限られてくるんでやっぱりここは静かにね こうその何かこう気づいてくれる人がいたらそれその人に対してはこうにアピールこうできるような状態を作っていくのみですね。うん。まあ、やっぱり時間がかかるでしょうね。うん。僕がどういう状態になっていつこのね。 えー、お店がこうどこにこうどう移動するかっていうのもまた分かんないですけども、えー、まあまあここで今やってるんでここでやってる間はですねそれはそこでこう全力をこう出していくという形になりますね。うーん 僕ののこうやっぱりその理想理想というかねこうあろうという形に今こうするためのこう準備というかね準備といろいろ経験とそういうことをこう積み重ねていってる途中でありますんでえそれがこうどん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 形になって動き出すとですねえまたちょっと違う状態にこうなってくると思うんで、え。ー まあ正直ね、その第1号がこう出てる間にこう、第1号を持っといてもらうと、それはそれでこう、うん、いいかなというふうに思います。で、そこまで僕は高めていこうと、第1号を持ってるという人がいるっていうのが価値があるような状態にこう、自分の中で持っていこうというふうにこう思っています。ということで、今日はニュースレターが減っていないということですね、えー、についてお話しさせていただきました。では、今日も。 ヨッシャでいきましょうどうもありがとうございます